こんにちは。私は誰よりも自分に優しく、そして強い人間になるために言葉の研究中です。先生から自分が生まれつき優しいという前提で自分の優しさを思い出してみたらいいよとアドバイスしてもらって、自分が知っていたであろう優しい言葉を思い出す作業をしています。先日先生から教わった丁寧語を使うということをカウンセリングを受けた日、早速床屋さんに実践しました。その日は家に帰るとすぐに母がいたので、お母さんただいまと言いました。母は先生のカウンセリングを受けているので、すぐに丁寧語を使ったと気づいたのか驚いた表情をしていました。その後で、ああお帰りと言っていました。翌日は先生から教わった丁寧な挨拶の言葉を使いました。その日は最初に母と出会ったので、お母さんおはようと言いました。前日と同じようなリアクションで、あ、おはようと返してきました。母と二人でいる時に父が起きてきたので、私がお父さんおはようと言うと、父はいつもと同じ感じで、はいおはようと返事してきました。父はいつもと同じようなリアクションでしたが、隣にいた母が私に反応して、すぐにお父さんおはようとわざとらしく言っていました。そうすると母に対して父は普段と違う違和感を感じたのか、え、何と言っていました。今は独行や独行との観察研究は休んでいますが、思わぬところで反応を見ることになりました。私がこれからしていく優しい言葉の研究をこの番組で配信していくので、ぜひ聞き続けてもらえたら嬉しいです。今日はこれで終わりますね。また来ますね。